x イコール1プラスルート 2i の時、次の値を求めましょうやね。px イコールなんちゃらかんちゃらになっとうから、まあここの x にこいつを代入しろって話やねんけど、まあ代入でもええけど計算がクソ大変だよね。やから、どうせこれあれでしょ、こっちの式をさ、式変形して、で、まあ、要はこいつの実数下げるっていうのが、まあ、一つやり方じゃない。だからこいつを、x-1 イコールルート 2i 言うて、虚数と虚数じゃない方に分けますよと。で、両辺とも2乗しましょう。そうすると、x の2乗マイナス 2x プラス1イコール、i を2乗するとマイナス1になるからマイナス2やね。ということで、これこっち持ってったら x の2乗マイナス 2x プラス3イコール0ってなるわけやんか。ほな、こいつで、これを割っといてあげればさ、まあ、要はここの x にはな、これ代入できるわけやん。だってこれから作ってるからな。ってことはこの x に、何やったっけ、1プラスルート 2i を代入するとここが0になるから、これで割ったものは消えるわけよね、その0やから。まあまあやりましょうか。とりあえずやりますね。x の4乗マイナス 4x の3乗、プラス 2x の2乗プラス 6x マイナス7ですか。これをほなら、このこと割りましょう。 x の2乗マイナス 2x プラス3、どうせ余りでんねんこんなもん。x の4乗でしょ、だって出えへんかったら0になるからな。マイナス 2x の3乗。まあ、それはそれで別にええけどな。はい、こうやろ。で、引き算します。そうすると、マイナス 2x の3乗、マイナス x の2乗か。で、プラス 6x が降りてきて、次はマイナス 2x ですか。そうすると、マイナス 2x の3乗、プラスの 4x の2乗の、マイナスの 6x か。引き算します。なら、マイナス 5x の2乗、プラスやな、プラスの 12x のマイナス7が降りてきますよと。ほんなら、ここマイナス5でいいでしょう。ってことは、マイナス 5x の2乗を、マイナス5とマイナス2やから、プラスの10か。で、マイナスの3を15かな。で、引き算します。そうすると、12から 2x か。で、マイナス7、プラス15なんでな、引き算やから。ってことは、プラス8か。ってなるよと。ほな、こいつが余りやな。これが余りになりますよ。つまり、px っていうのは、x の2乗マイナス 2x プラス3で割ったら、小が、x の2乗マイナス 2x マイナス5で、余りが 2x プラス8やという式に変形できるわけよ。で、ここに、x イコール、1プラスやったっけ、じゃな、1プラスルート 2i やな。を代入すんねん。そうすると、ここにこれ代入な。そうするとやね、ここの部分がさっきほら、ここから作ったやつでこれができてるわけやから、x に1プラスルート 2i 入れると、この式は0になるわけよね。ということは、ここが消えてくれます。0になります。ということは、そこに掛け算されると、こいつ もうまとめて一気に消えるわ。っていうメリットがあるわけよね。なので、x に1プラスルート 2i 入れたよっていう式は、ここが結局消えて0になります。なくなります。残ったがこの子だけや。だから、2カッコ1プラスルート 2i のプラス8ってことになりまして、あとはこれ計算するだけでしょ。2たす2ルート 2i たす8ということなんで、結局はほな10たす2ルート 2i かっていう結果になるんやで、という感じでめちゃ簡単になるわけよね。はい、ということで、こんな感じでした。はい、お疲れ様でした。